買ってすぐにぶっ壊れた。いや、3ヶ月前ぐらいにソニーの α7-3 のボディとタムロンの 2875A036 モデルっていうレンズを買ったんですよ。合計ね、アクセサリーとか集めると40万ぐらいしたのかな。大金だよ、自分にとってはね。まあ、それでね、バシバシ撮ったり動画バシバシ撮ったりとかしようと思ってたんですけれども、3ヶ月で壊れた。なんで落としたり水につけてないのに、なんで壊れたの、なんで壊れたの。本当にその時めちゃくちゃテンション落ちて、こうしようかなって思ったんですけれども、買った時に故障書をもらっていたので、一応外のね箱もあったし、パーツも全部揃ってたし、領収書とかもあったんで、それを全部持っていって家電量販店買った場所にね、ビッグカメラなんですけども、でそれで相談したら、なんと両方とも初期不良。そんな引き寄せる俺、初期不良思ったんだけれども、まあ無事にね、新品に両方とも変えていただいたので、今回は α7-3 とタムロンが壊れたというか初期不良の時の症状を全部、まあ、体験したものを全てお伝えしようかなと思います。なんでこの動画を作ったかっていうと、その初期症状がですね、まあググっても自分の中で結構出てこなかった、探し方が悪かったのかもしれないけれども、万が一ね、まあ同じようなカメラを買って似たような症状でちょっと困ってる人にとって、でそのこの動画にねたどり着いたら、それで解決したんだったら幸いでございます。はい、ということで実際にソニー α7-3 と、まあ、タムロン2875で、まあ、どんな初期不良があったかっていうのをご紹介していきます。1つ目なんですけれども、電源がつかない、落ちない時があるっていうのがありました。たまにね、通常通り、まあ、電源をねパチッとオンにした時につくこともあったり、消したらしっかり消えるっていう時もあったんですけれども、ラグがあったりとかちょっとね不安な状態になってたんですよね。でたまにまたつけると、あれみたいな、電源つかない、で電源切ると、あれ電源ついてるっていうような症状に陥りました。2つ目、電源をつけた時にレンズの接続部分から謎のカリカリ音が聞こえる。普通に α7-3 にこうタムロンレンズつけて装着して電源入れる時に、まあ、ちょっとねこう機械のセンサーの動きでピピピピみたいな動きとかあると思うんですけれども、それとは全く違ってカリカリっていう、こうカリカリ音っていうのが生じ始めたんです。いかにもその接続状態不安定ですよっていうね、そういった音が聞こえました。接続部分のねところを見てみたんですけど、別に傷とかもついてないし、まあ、汚れとかそういった濡らしたりとかそういったところもなかったので、これもなんかおかしいなっていうのはずっと感じていました。3つ目、モニターが真っ暗になる。怖いですね。夏の稲川淳二よりも怖いですね。電源がこう無事ついても、ボディのねついてるモニターがね全くつかないんですよ。これはねどうしたことかと、ね、だからチェックも、撮った写真のチェックとかもファインダー越しならできないし、メニュー画面で操作するっていうのもできないから、非常に困りましたね。何かと不安定で、これも電源つけたり消したりとかする中でたまについたりとかっていうのもあったんですけれども、やっぱ頻度が明らかにおかしいので、ちょっと故障かな、これ何なんだろうなっていうのはずっと思っております。4つ目、シャッターが切れない。怖いですね。酢豚のパイナップルぐらい怖いですね。これシャッター切れないんですよ。ピントも合わないし、シャッターも切れないっていう症状があって、でこれもレンズを付け直したりとか電源を付け直したりとかすると、たまにね治る場合もあったんですけれども、この決定的瞬間をねやっぱね撮ることを逃してしまう確率とかも高いので、このままじゃない、やっぱ仕事とか使ってたから、やばい、ずっとやばいって思っておりました。5つ目、たまにフリーズ、もう無理で、さすがにやっぱこのままじゃ悪いなっていうことでビッグカメラに行ったんですよね。でその際にやっぱ保証書とか箱とかは全部ねちゃんと取っとくからないとダメですよね。分ズボラな性格なんで、すぐそういうのなくしがちだったんですけれども、やっぱカメラ買った時に、まああのやっぱ保証書とか絶対やっぱこれだけはやっぱちゃんとしとこうと思って保管していた回がやっぱありましたね。で特にあの大事なホットシューとかのさ、あのカバーね、このカバーとかもなくしがちだから、ほんと気をつけた方がいいですよ。でビッグカメラに行って、まあ、店員さんにこの症状を全部伝えてたところ、まあ、その店員さんがメーカー側にね電話で相談をしてくれました。でその結果ですね、その症状から判断して、まあ、初期不良であるっていうことが発覚したんですよね。で自分ねもうそのままにしとこうと思ったんですけど、次の仕事がちょっと近かったんで、仮に修理出したとしても撮影日に戻ってくるかどうかも微妙だったんで、そのまま行こうかなと思ったんですけれども、ちょっと彼女にちょっと一度見てもらった方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、相談しに行ったところ、そういった初期不良っていうのが発覚しました。本当に助かりました。保証書も持っていたので、まあ、無事にね両方とも新品に交換することができました。本当に助かったね。でちなみに待ってる間、タムロンのレンズ側のそのカリカリ音っていうのがレンズ側なのかボディ側なのかによってまた変わってくるかもしれないということだったんで、ビッグカメラのその試供品の α7-3 のボディでタムロンレンズを装着したところ、
カリカリ音が鳴ったんですよね。ってことはレンズに不良もあるってことだよね。ただモニター側とかそういう電源もつかないんです、落ちないとかっていうのはソニー α7-3 側の問題だったので、まあ、両方ともね、初期不良が発覚したっていうね、本当にどんな運を引き寄せるんだこれだっていう、まあ、本当辛かったんですけれども、まあ、無事にね新品になって今に至るこの動画を撮っておるということでございます。今買った時はやっぱねまさかすぐ壊れるとかね思ってなかったしね、やっぱかなり丁寧にね扱っていただけに本当ショックが大きかったんですけれども、やっぱこれで言いたいっていうことはやっぱちょっとね症状がおかしいなと思ったら、まあ、まずは相談するってことですね。調べて相談するってことで、あとは保証書、保証書、細かいパーツ、箱、もう全部取っとけ、ズボラなんだから、お前は、って思いました。もしこの動画がですね、まあ、参考になれば非常に幸いですし、いいねですか、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。